Thank you.
ラグナロク、怒りの日、パルスのルシオ、宿命に従い楽園を崩せ、死者の魂を光とし、永遠に眠る神を導く、哀れな迷い子ラグナロク。死者の魂を光とし、神を導くラグナロク。セラ、どうして？待ってたよ、目を覚ましてくれるのを。眠っている間ずっと感じてた。一緒にコクーンを救う方法を考えてたよ、セラ。分かったでしょ。奇跡を起こしてくれる救いの神なんてどこにもいない。だから私たちが呼ぶの。オーファンを破壊して世界を救って。やめろ。できないよ、姉さんは優しいから。そうでしょ、エクレール姉さん。よせ、セラは俺たちと一緒に前だけ見てるんだ。なんだ。その結果がこれだ。てめえ、くそ。幻を追いファルシを裏切り続けた結果、お前たちが守ろうとしたコクーンは救いなき滅びを迎える。ファルシにコクーンは壊せないはずだ。コクーンを滅ぼすのは人だ。コクーンは長く人々の生活の安全と平和を保ってきた。あまりにも十分すぎるほどにな。おかげで自分たちと違う異物に対する恐怖と憎しみはわずかな刺激で暴発するほど強大に育った。破滅の種が今芽生えを迎えるのだ。コクーンに何をした？私に代わりレインズを政府代表に据えた。レインズ？生きてるのか？適当に動く道具としてよみがえらせただけだ。中身などとうに壊れている。だが何も知らぬ騎兵隊は彼を裏切り者とみなすだろう。彼もファルシに取り込まれたのかと。そこにファルシオーファンが黒幕だと餌をまけばどうなると思う？騎兵隊にぶっ壊させる気か？それともファルスの干渉を疑い怯えた人々が殺し合うのが先かな？終末へ向かう戦争だよ。お前たちはどうする？宴を共に楽しむか、それとも始まりの地で全てを終えるか。人をもてあそびやがって。嫌いになるつもりか？使命を果たせばセラも救われるのだぞ。世界を救う使命を果たせ。待って、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 待
死を願うのか。援護します。だな。招待状は渡しておこう。救いのない彼らを救えるのもラグナロクだけだ。コクーンを痛みから解放してくれ。こいつが道のゴールってか。ファルシの思惑をひっくり返す夢の一手を教えてほしいぜ。うちらがここにいた頃はなかったよな、こんなもん。うん、なかった。後で綴られた記録かもしれない、私たちがクリスタルになった後にね。リンゼのしもべが救うコクーンは大いなるパルスに抱かれし生命すべての敵である。我らのファルシはパルスの意志を感じ、ルシを選んで使命を授けた。ラグナロクへと成り代わり、コクーンを滅ぼせと命じた。ラグナロクは羽ばたき、リンゼのファルシと戦ってコクーンを打ち砕こうとした。しかし女神がルシを裏切り、ラグナロクの力を封じた。使命半ばで眠ったルシは忌まわしきバルト・アンデルスによって国運へと連れ去られた。女神は予言する。
コクーンに眠るルシは悠久の時を経て蘇るであろう。ラグナロクは再び目覚め、コクーンを天より落とすであろう。女神の予言は絶対である。毎日休すか。コクーンはおしまいなんでしょうか。そうすりゃ神様が全部救ってくれるってが。ファルシがいる限り戦いは終わらないんだろう。だったらやってやろうぜ。ダイスリーを止めりゃいい。オーファンはどうすんだよ。守るしかねえな。オーファンさえ傷つけなきゃ今度は別の戦争が始まるだけだ。ルシが人の争いを止められるのか。ライトさん、コクーンで言ってましたよね。できるできないの問題じゃない。やるんだって。今がその時なんだと思います。どんな小さな変化でも、たとえ一人の心からでもいい。僕たちで何かを変えることができれば。コクーンのみんなも動かせる。無茶言うぜ。無茶言わなきゃ始まんねえだろ。コクーンにいた時ね、花火に願ったの。コクーンを傷つけないで済むようにって。でもそれは間違いだった。え？願うだけじゃダメ、祈るだけじゃダメ。だから今度は絶対にコクーンを守るって誓うよ。どん底まで落ちてようやく伝えられる希望もあるってか。俺たちにしかやれないことだな。忘れ物を取り戻しに行くか。あ、よし。
幻でも追いかけようって決めたんだ。それがこの旅で見つけた私たちの最後の心だったから。たどり着くことなく砕かれたとしても、いつか誰かにつなげていくために。失礼します。時間です。祝賀祭の式辞を。暁は近いな。市民の皆さん、黄昏の時は終わり、国運は未来を決する黎明にあります。数え切れる犠牲の中、我々は多くのことを学んだ。選択とは何かに運命を委ねることでなく、心のまま掴み取ることだと。自らの力で切り開いてほしい。消えゆく者の意志を継ぎ、この手で未来を。Okay.
は。もう一度言え、何が現れたんだ。ファルクの軍勢です。戦争されてくる。バカだ、戦争だと。未確認の反応多数、すごい数です。エデン全域に敵が。大量の敵が押し寄せてきます。パルスの魔物です。代表、速やかに退避を。うわぁ、これがあんたの望みだったのか。もはや私はファルシの奴隷だ。街で暴れてるとよ。アークに眠ってたやつだか。むちゃくちゃだな。いよいよ国運の終わりか。戦争だ。僕らが帰ってきたせいで。予言通りですね、バルト・アンデルス。あいつの予言はここまでだ。こっからは俺たちがいる。追いかけよ。うん。計画を崩そう。それが本当の使命だよ。you
雑魚だ。ビビってろ。なんだ、もう終わりかよ。行かれるぜ。お守りだとさ。なんで？これが？でしょ？攻めますか？